復活、皆さんごめんなさい。見えてますか、聞こえてますか。どうだろう、配信収録してないですよ、ごめんなさい。なんか音声トラブルみたいです。みんな聞こえてますか、ちょっと反応ください。どうだろうどうだろう、ちょっとなんで音声があれになっちゃったのか定かですけど、聞こえてるかな、聞こえてます。すいません、吉川優のユースと恒例のあのトラブルです。大丈夫ね、聞こえてるかな、大丈夫かな、コメントみんな、あ、復活って来てる、 OK。 というわけで本当にごめんなさい、初っ端からやらかしてしまいました、本当ごめんなさい。というわけで、今日の定期公演じゃなくて吉川優の定期的に配信してみっかスタートしますよ。皆さん準備大丈夫ですか。というわけでですね、あの毎回定期公演流れでやってるんですけども、最後の方にいつも告知とかしてるんですけど、いつもギリギリになって適当になっちゃうので、今日は最初に告知をしちゃおうということで、まず告知をさせてください。この間透明版ツアー終わったばっかりなんですけど、2月1日2日には残すところ名古屋大阪の、ライブが待っています。2月1日2日名古屋大阪それぞれ2回公演ということで、残すところ吉川優のライブももう少しです。ぜひ名古屋大阪にお住まいの皆さん、ぜひ遊びに来てください。そしてスリーマンもライブも2月6日から、全国4カ所で、行われます。こちらの方もぜひ頼みます、よろしくお願いします。そしてなんと2月の14日には吉川優のずっとやりたかったあのバレンタインデーの日にイベントをするということなんですけど、急遽決まったらしいんですけど、まあ、詳しい情報は、これからホームページだとかに、載せていきたいなと思いますので、皆さん2月14日お時間ある方は、ぜひ吉川優と素敵なバレンタインを、楽しんでいただけたらなと思います。そしてなんとじゃん、フルーティーの定期公演スペシャルということで、ゼップ東京にて3月9日、イベントにお邪魔させていただきます。久々ですね、北海道、すごい楽しみなんですよ。あの吉川が北海道に参上いたしますので、お時間ある方ぜひ遊びに来てください。お待ちしてます、こちらの方も。まあ、詳しい情報は吉川優の HP をチェックしてください。ということで、あ、そっか、最初の方聞こえてなかったか、あれか。でね、今日はね、今回この後ろはこの間の定期公演の東京公演のライブ映像をちょっと流してるわけです。そしてこれが吉川の久々のこれ新衣装のボタン衣装ということで、可愛くないですか。今日急遽ボタン衣装でユースとお送りしてます。可愛いでしょ、いいでしょ、いいでしょ。これ後ろに今流れてるの新曲ですよ。ちょっとセクシーな人見えるかな、裏腹テンプテーションが流れてます。あ、間違った、ゼップ東京じゃなくてすいません、ゼップ札幌でしたね。さっきのフルーティー定期公演スペシャル、ゼップ札幌でした、すいません。3月9日です、ぜひ遊びに来てください、よろしくお願いします。ということで、まあ、最近の吉川なんですけども、最近でもライブが終わって、まあ、一段落ついてすごい気が抜けちゃってですね、今歌詞とか MC とか全然覚えてないんですけど、よくよく考えてみれば2月1日、まあ、あさってからまた定期公演名古屋大阪始まるわけなんですけど、また今日はね帰ってちょっと歌詞詰め込んで MC 詰め込んでっていう作業をしたいなって思ってるわけです。ということで、ここからメッセージ読みたいと思います。今回もたくさん来てますよ、ありがとうございます。あ、たくさん見ていただいてますね、ありがとうございます。ということで、いっちゃいたいな、いきますよ、いっぱい来てます。ヨッチャンさんからいただきました、ありがとうございます。吉川こんばんは、昨日の朝から38度5分の高熱でダウンしています。辛い、幸いインフルエンザではなかったので良かったのですが、日曜日に行く予定の吉川のライブに行けるか微妙になりました。早く治って吉川のライブに行けるように自分にメッセージお願いします。は、
ようちゃん、あれか、インフルエンザじゃないけど高熱出てる人、キッカの周りにも結構いるんですよ。昨日マネージャーさんが結構高い熱を出したって言ってたんですけど、まあ今もマスクしてるんですけど、みんな会社の人もスタッフさんもそうなんですけど、やっぱインフルエンザじゃないけど体調崩してる人が多いみたいです。まあようちゃんさん、早く治してください。なんか風邪にはあれがいいみたいね、本当に。なんかネギ巻くといいみたい、本当にこれいいみたいなので、ぜひようちゃん、今日からネギ巻いて日曜日のライブまでには直して遊びに来てください。お待ちしています。それでは続いて、ちょっとこれ、ま、めくれないね。これどうやってめくればいいな。よし、続いて、いっぱい来てるからな。ちょっと待ってください。キッカこんばんは。1月定期公演見に行きました。そこで新曲発表されましたね。裏腹テンプテーションは後藤真希さんを思わせるかっこいい曲で、腰や尻を振るセクシーなダンスでした。いいじゃんはキッカの名刺代わりになる、キッカの行動を知り尽くした面白い詩です。この曲聴いたら花丸うどんに行きたくなるぐらい楽しい曲です。残り名古屋大阪、歌詞を飛ばさないように頑張ってください。ユーストネームサークさんからいただきました。ありがとうございます。花丸うどんに行きたくなるぐらい楽しい曲です。あの新曲のいいじゃんの方ですよね。あ、でも東京公演で、まあ、初披露、2曲とも初披露させていただいたんですけど、すごく握手会の時とかなんかいい曲だねってたくさんの方に言ってもらえて、まあ、すごくね、今後も早く CD として音源を世に出すことができればいいなって、キッカもすごい楽しみにしています。まあ、これから名古屋大阪でも、この新曲は必ず披露するので、名古屋大阪の皆さんもぜひ、楽しみにしていただけたらなと思っています。ということで続いて行きたいと思います。手袋を外せばいいと思うよ。確かに。あ、キッカ痩せたなってきてる。さっきも言われた。やっぱね、努力の賜物ですね。痩せたの、どこが痩せたかな。でもあれか、この画像で見て痩せた、動画で見て痩せたっていうと本当に痩せたんだ。なんか体重測ったんですよ、今日とか昨日とか。そしたら結構1キロ、元の体重より1キロとか痩せてきて、すごい効果が出てきてます。キック頑張ってます。まあその分ちょっとね、大事な部分も痩せてきちゃうんで、それはちょっと嫌なんですけど、まあいい感じに痩せれるように今後頑張っていきたいと思いますので、大根キッカは言う、頑張ります。ということで、これキッカは言うのを画像にしてもらっていいですか、マネージャーさん。お願いします。あれ、変な風になっちゃった。これなんかかゆいし、このこれ、あー、壊した。あれ、あ、壊れちゃった。あ、取れちゃった。これ大丈夫かな。紛失、壊しちゃいました、ごめんなさい。これ治るかな。だって明後日ですよ、ライブ。これ結構痛いんですよね。いっか、いいじゃん。続いていきたいと思います。フェラーリゲンタさんからいただきました。キッカこんばんは。バレンタインデーのイベント、とても楽しみにしています。そこでイベントについてリクエストです。ライブでファンにも声を出すように合図をくれるところの授業をしてほしいです。キッカ先生に教えてもらえたらいい声出せるだろうな。よろしくお願いします。あ、そっか。なんかまだキッカ最近思うのが、ライブ初めて来た人に、まあ、楽しめるライブどんなことすればいいんだろうと思ってて、まあキッカの今までのライブって、まあ、ある程度知ってる人が来てくれるので、まあ、掛け声とかもみんなやってくれてるので、まあ、知らない方のためにやっぱりね、アンコールとかの練習する会とか開いたらいいなとやっぱキッカも思ってるわけなんですけどね。ぜひそういうファンイベントとかやってみたいなね。続いていきたいと思います。たくさん来てるからな。
コッシーさんからキッカこんにちは、バレンタインイベントでやってもらいたい企画を考えました。名付けてキッカとユーフレデュエットしてみっかのコーナー。贅沢な話ですがバレンタインの夜キッカの曲を一緒にデュエットで歌ってみたいです。あ、なるほど、2月14日のバレンタインデーのイベントで、まあ、コッシーさんはユーフレと、キッカはユーでぜひデュエット曲、デュエットして歌ってみたいってことなんですけど、これ良くないですか、デュエット、ユーフレとキッカでデュエット。まあ歌えないとダメですけどね、ユーフレもある程度歌詞も入れて。でもこれちょっとやってみたい。なかなかでもないですもんね、デュエットするって。ちょっとこれ楽しいな。ちょっとコッシーさん、このアンケートありがとうございます。ちょっと参考にさせていただきます。続いていきたいと思います。バレンタインスペシャルイベントで吉川優にやってもらいたいこと、吉川ネーム803からいただきました。キラリンレボリューションの花咲小紅ちゃんのコスプレをしてハテハテしてほしいです。あ、いいね、花咲小紅のコスプレっていうか、あれか、昔着てた衣装を着てハテハテって言ってほしいってことか。いやでもな、今の昔の衣装を着れるかなっていうのがやっぱりあるな。結構あの頃もわがままボディだったんですけど、意外と体って成長するもんなんだよね。まあ着れるかわからないけど、へそ出しでしょ、花咲小紅ちゃんの衣装って。あの時まあこんな感じでちょっとへそが出てて、踊るたびにちょっとおへそが見えるっていう、ちょっとチラリズムな感じだったんですけど、またぜひ、うん、頑張ってみます。八幡さんありがとうございます。ちょっと頑張ってみます。あ、ちょっといっぱい来てるけどね、急に来たらね読めるかわかんない。バレンタインのイベントの感じです。ユーストネーム阿弥太郎さんからいただきました。こんばんは。バレンタインのイベントということで、彼女はもちろん吉川さん以外に応援しているアイドルもおらず、寂しいバレンタインデーを過ごすところでしたが、楽しい一日になりそうで今からワクワクです。さて、やってほしい企画ということですが、やっぱりバレンタインデーということで、会場から募った言ってほしい告白フレーズ実演コーナーとかどうでしょう。恥ずかしがる吉川さん、大盛り上がり間違いなしです。言ってほしい告白フレーズ実演コーナー、これ一番吉川が一番嫌いなやつ、やりたくないやつなんです。もう苦手なのね。でもこういうね、やつ言うとね、マネージャーさんとかスタッフさんが意地悪してね、こういう企画をやるんですけど、これ苦手だな。こういうの一番苦手。まあでも、あ、なんか誰か仲間がいて、他のメンバーがいてやるのはいいんですけど、一人でね全部言うっていうのはちょっと恥ずかしいよね。でもこういうのもまあやってみたい、うん、頑張ってやってみたいと思います。ありがとうございます。それでは続いていきたいと思います。たくさん来てるんだけどね、ありがとうございます。あとね、吉川優から手作りのチョコプレゼント、ファンと吉川がチョコ交換っていうのもいいですね。あ、吉川が手作りのチョコのプレゼントか。あ、でも吉川今年バレンタインデーちょっと自分で作ってみたいなって思ってる。まあでもね、去年作った時ね、何作ったの、クッキーとか作ったのかな。まあでも親御さんがちょっと携わってのやつだったのであれだったんですけど、今年こそはうんやってみたい。でもただあれですもんね、チョコってあれですもんね、普通に溶かして入れて飾り付けして固めてポイってするだけですもんね。まあ簡単なんですけど、でもそういう簡単な料理をちょっと卒業して、今年はそうだな、あれブラウニーでしたっけ、ブラウニーでしたっけ、チョコのケーキみたいな、ああいうの作ってみたいな。お、今オーブンレンジがあるからちょっと作れるじゃないですか。あとはトリュフ、手でちょっとぐちゃぐちゃするやつ、ああいうのもちょっと挑戦してみたいに。吉川優香の手作りチョコのプレゼントっていうのもいいですよね。実現するといいな。え、料理は提供できない。あ、そっか、そういうルールなんですもんね。残念。でも買ったねチョコならいいかもしれない。まあ逆にユーフレがそのイベントの日に吉川優にチョコはプレゼントするっていうのもいいですけどね。でもさっきアンケート見てたら、まあそういうのもいいけど、まあ吉川のわがままボディがさらにわがままボディになっちゃうからちょっと勘弁してほしいっていうお便りも寄せられてましたけど、いいよな、もうすぐバレンタインデーだもんな。だって
街とか歩いてて、だってもう去年じゃないか、つい最もうずっと結構先々週ぐらいからバレンタインデーのコーナーとかもできてましたもんね、銀座とか。早いですよね。でもなんかいいよな、バレンタインデー。みんな誰かにあげんのかな。チョコをちょこっとくださいっていうのもいいね。ポイはダメでしょうって。今326人の方が、見ていてくださってます。なんかあれじゃないですか、今日のこの衣装ちょっと失敗じゃないですか。なんか露出しすぎ、大丈夫かな。なんか手袋脱いじゃったからさ、ちょっとわがままボディがちょい一番目立つ。大丈夫か。たくさんの方見ていただいてます、ありがとうございます。続いていきたいと思います。キッカこんばんは。25日の東名阪の東京公演めっちゃ楽しかったです。本当にキッカは歌が甘くて、運命を歌った時は感動で泣きそうになりました。新曲のいいじゃんもすごくいい歌だったので発売を楽しみにしています。話は変わりますが、キッカは大学の文化祭とかでライブをしないんですか。まだ先の話になるのですが、文化祭でキッカを呼んでみんなにキッカの素晴らしい歌声を聞いてもらいたいんです。文化祭でライブをすればたくさんの人をファンにできると思います。キッカならその力を持っていると思います。キッカの意見を聞かせてください。これからも応援しています。文化祭でライブいっぱいしたい。なんかあれですよね、 NAC5 の、 公開録音収録みたいなので埼玉 の文化祭お邪魔 したんですけど、その時も結構やっぱ知ってくれてる方もきっかけが多かったので、ぜひ文化祭とかでねやりたい。文化祭って いつですか。秋とかかな、もうすぐかな。あ、今何でしたっけ、春、今1月、秋って春夏秋、あ10月、あもう過ぎちゃったんだ。あ残念だな。でも今年、でも文化祭のそういう出演ってどうやって決まるんですか。なんかまあ生徒さんからの要望とかで学校の方が決めるんですかね。あこれ見てる方でぜひ生徒の方がいましたら吉川優呼んでほしいです。ぜひお待ちしてます。あいいな、文化祭行きたいな。あれとか美味しいんですよね、出店とかでさいっぱい食べるのいいよな、懐かしいな。それでは続いていきたいと思います。キッカこんばんは。初写真集撮影前は高橋愛さんや道重さゆみさんの写真集を見て、学んだということぐらい勉強家のキッカさん、最近勉強したことは何ですか。最近勉強したことでしょ。あ、最近勉強したことは餃子の皮は冷凍庫に入れない、冷蔵庫に入れるっていうのを勉強しました。最近餃子にちょっと作るのハマってて、餃子、ごぼう入り餃子っていうのをちょっと野菜だけの餃子を作ってるのにハマってるんですけど、昔使って余った餃子の皮を多分知らなかったのか間違ってなのか分かんない、多分知らなかったと思うんですけど冷凍庫に入れてたんです。で久々に冷凍庫から引っ張り出してきて使おうと思ったらすごいカチカチで、もう賞味期限とかも1年前ぐらいのだし切れてて、電子レンジでチンしても戻らなかったんですよ。だからそういうね経験をしたわけで、皆さんぜひ餃子の皮は冷凍庫じゃなくて冷蔵庫に入れてください。というわけで最近キッカ餃子でハマってるわけです。まあ餃子ダイエットっていうのかな、いろいろダイエット系のレシピもねいろいろ考えつつ、料理の方にも力入れて最近頑張ってるわけなんですけど、いつか披露できたらいいよな、なんかな、そういうの、そういう企画ないかな、いいよな。あ342人の方が見ていただいてます、ありがとうございます。じゃあ続いていきたいと思います。
ハリハリさん、あ、お兄ちゃんコーヒー作ってさんから、こんばんは。いつも生放送楽しませてもらっています。生ならではのコメントを読んでくれるので嬉しいので、アンドスラッシュ12377、これなんていう暗号なんだろう。これあれかな、あの何でしたっけ、こういう文章を打ってて文字化けだ、文字化けってことかな。アンドなんとか12377、これなんて書いてあったんだろう。生ならではのコメントを読んでくれると嬉しいので、なんだろう、この後なんだろう、このお兄ちゃんコーヒー作ってさ、この後の不思議だな、読んでくれると嬉しいので、もうあとすごい気になるわ。続いていきたいと思います。キッカネーム803から、わがまま料理研究家の人こんばんは。第3巻の天気イベントで2月の14日に何かイベントをやりたいとキッカが言ってましたが、どうやら本当にイベントをやってくれるそうですね。嬉しすぎます。ものは試しで、やってみたいことどんどん言ってみるものですね。確かに、この間の東京公演の定期ライブで、あの2月の14日にイベントをやりたいって言ったばかりですぐこうやって、決まって、ものは試しですね本当に。だってスリーマンのライブ、だってスリーマンでちょっとライブがしたいって言ったら実現することができたし、あとなんだろうな、いろいろやりたいよな。うん、なんかいろいろちょっとやりたいな。言えばなんかできそうだし、あ、ちょっとねマネージャーさん見てください、このね画像だとね裸みたいだよキッカ、ちょっとすごくない、裸に見えない？ちょっと今思った。裸っぽくね？なんか、さっき、あの、ミーコが、あの、アップガップガールズのミーコが、何でしたっけ？グラビアクイーンでしたっけ？っていうので、写真、なんか、グラビアで撮ったやつをさっき、マネージャーさんに見せていただいたんですけど、ちょっと負けられないなと思って、キッカも久々にグラビアやりたいなって思ったんですけど、ちょっとねこの悔しい気持ちをバネにして早くやりたいな、グラビア。でもこんな感じですもんね、こういう露出の高い、まあ、ちょっと腕痩せないと頑張らないと、頑張ろう。ちょっとね続いていきたいと思います。あ、ケイカさんから、もちろんツーショットチェキ会強く希望しています。ツーショットチェキ会は今回透明版ツアー東京大阪名古屋ってあるんですけど、この東京大阪名古屋全公演、参加してくれた方と初めてキッカを言うチェキ会をやるわけなんですよ。まあ、詳しいことは、詳しいことはキッカへのホームページをチェックしていただけたらなと思います。あとはなかなかね急遽の発表だったんで、なかなか難しい方もいると思うんですけど、ぜひまた東京ではチェキ会っていうだけのイベントちょっとやってみたいな。あとライブの後に握手会じゃなくてチェキ会とかね、なんかそういう感じのもどんどんやっていきたいなって思っています。それでは続いていきたいと思います。モーニンググローリーキッカさんからいただきました、ありがとうございます。キッカこんばんは。2月14日のイベントではこれをやってほしいです。各メーカーのカフェオーレをキッカに飲んでもらい、どれがグリコのカフェオーレか当ててもらう企画です。去年 CM に出させてもらい、たくさんのカフェオーレ飲んだはずです。まさかもう飲んでないとは言い合わせません。ぜひチャレンジしてみてください。あともう一つ、キッカのグッズとアップアップガールズのグッズの一部をキッカに見せます。それを見てどれがキッカグッズか当ててみてください。また目隠しをし手で触ってみて当ててみてください。当然自分のグッズ分からないとダメですよ。あ、これ面白そうですね。あれか、なんかよくテレビ番組でやってるやつだ。飲んで、まあ、食べたりとか飲んで、あれかやるやつだ。でもさすがに外したらね、でも外さないですけどね、多分キッカたくさん去年の夏いっぱい飲んできたので、グリコのカフェオレの味は体に染みついてるはずなんですよ。だからね外さないと思う、大丈夫大丈夫。それでは続いていきたいと思います。あ、でもたくさん、わがままボディ増量中、確かに増量してる、腕細くなってるよって来てるよね、腕細くなってるよって来てるよ、嬉しいな。
嬉しい。腕かくなって、確かになんか、なんか、まあ、取材中とかもこういう場面でもそうですけど、あと花壇とかひな壇かに座ってる時とかもそうだけど、キック落ち着けなくなると、多分落ち着きない子なのかな、なんかどこかが触ってないとダメなんですよね。基本フラフラしてますよね、いろんな意味で本当にフラフラしてるんですよ。書いたりとか、あとこうやって横揺らとかもよくね、あのやるんですけど、なんでなんだろうね、やっぱ自由に育ったからかな。まあいっか、結構読んだけどな。あ、はじめまして、マサと申します。バレンタインスペシャルイベント開催おめでとうございます。ファンとして吉川さんと間近に接することができる機会が増えるのは本当に嬉しいです。そこで提案です。25日に行われた東京のイベントで原点回帰と言ってました。初心に帰ると吉川さん自身もユーフレも。そんなわけで過去に来たステージ衣装を改めて見ることは可能でしょうか。一つ一つ衣装を見ながら、その当時の吉川さんの心境を話す。当時を知る夕筆は思い出し、私のような新米は新たな発見があったりと、変化の夕筆を楽しめるではないかと思います。ぜひお願いします。希望者全員の参加は難しいと思います。一部でもいいのでユーストでの配信もしてほしいですね。吉川さんからの素敵なバレンタインプレゼントになると思います。名古屋大阪でのライブ楽しみにしています。あ、新参者ってことか。新参者って読むのね。なるほどね。あ、いいね。まあ過去に来たステージ衣装を改めて見る。あ、これは前言われたな。まあちょっとね、着れるか分かんないんだけど、デビュー曲のきっかけは You の頃の衣装とか、ハッピラッピサンライズ、まあ、こんな私でよかったらとか、いろいろ過去にいろんなライブ衣装、そして PV 衣装ってことで着させてもらったんですけど、一番ちょっとキッカの今の体型に合わないやつはやっぱりデビュー曲の黄色いワンピースの衣装なんですけど、あの頃の衣装をね、デビュー当時のね着てた衣装でもね、ちょっとあれ結構ぴったり感サイズで作られてたんで、今更着れるかな、ちょっと胸のあたりが、うん、なんか無理なような気がする、ちょっと怖い。あとこんな私でよかったら、あの白いあのねスカートとこういうやつのやつはね、多分着れると思う。あれはまだ大丈夫な頃だと思う。でもあの頃も意外と痩せてたからな、まあ、今に比べると結構だいぶ痩せてたんですけどね。ここから始まるんだとかの衣装も、まあ、着れると思うんだけど、一番やっぱ難しいのはきっかけは You の衣装かな。ちょっと難しいよな。でもぜひね、そういう機会も、展示会とかね、ライブの会場にみんなが並ぶライブの会場のところとかにね、昔のハロープロのショップみたいな感じでなんか置いたりとかしてるのも楽しいかもね。そういうのいいかもしんない。というわけで続いていきたいと思います。ジュリー本人さんからいただきました。吉川さんこんばんは、ジュリーです、本人です。何やらバレンタインに行うイベントの企画募集をしているとのことで、大喜利なんてどうでしょうか。ヒゲマネージャーさんにお題を考えてもらい、吉川さんがそれに対して面白い回答をする。どうですか、どうですか吉川さん。大喜利って何ですか。大喜利大大喜ぶ、り、大喜利、なんだろうね。でもなんかいいかもしれない。でもこういうね、バレンタインの今回アンケート、バレンタイン企画ということで、その日のバレンタインのイベントでやってほしい企画、たくさんみんな、募集していただいたんですけど、やっぱいろいろね、なんか参考になりますね。ありがとうございます。ちょっとね、いろいろやりたいな。でも昔の衣装着てみたい気もするけど、ちょっとそれのためにちょっと痩せないと見苦しい。なんか着てる、これなんだ、ダーリンとマドンナの衣装かな。